Welcome to the Tokyo Olympic Games. Wait. It's postponed. Today I'm here to watch a game at Jingu Stadium, Tokyo Yakult Swallows versus the Yomiuri Giants. We still have COVID measures going on. Only 5,000 fans in attendance at the game today.今日はね、コロナの中でどういう観戦スタイルが取り入れられているのか、それを追求したいと思います。Well, this is the front of Jingu Stadium. お荷物検査の際は、お客様ご自身で、お荷物反応してもらえないね。本当にチケットありがとうね。いや、わかんない。押すなよ。もうすぐ始まるよ。チケットありがとうね。多分俺もやってるようなことだと思う。みんなやってる。出る。もうやめてよ。いや、すごい雨で試合も止まっちゃったよ。ねえ、何これ。大丈夫なんだけど。ね、東京ドームでやってくれ。俺たち大丈夫なんだけどね。上あるから。なんか今1分ぐらいね、すげえ降ったんだけど、もうね、止んでるっていう。いや、もうブルーシート撤収してるし。もうたったの1分とか2分だったやん、今。オッケーオッケー、試合再開、よかった。桜井も90球だからさ、ここで打とかないと、中継ぎ調子いいとこれ以上はもうないよ。Oh, dang.
何あれ、あやばいなあれ。リシダありがとう。これいいよね、下でもらったけど。めっちゃいい。今日ここでしょ。うん。これ来月。うん。ね、なんか帰り始めてるファンとかいるけど。ね、さっきイニシアホームラン打って村上タイムリーってまだこっからだよな。こっからだよ。まだこっから。本当に9回裏。長谷川もう1イニングかこれ。よし。ゼロで抑えるぞ。絶対いける。やってんやってん。バントしてる。ここに来て。表面的な部分こちらだから。カとかでこうなんかこうこんなカロスみんなで食べてるみたいな。いやー、初回がね、ダメだったね。そうだね、最初に5点入ったの大きかった ね。15分で5点入ったし、そうだね。初回点取られすぎだよ。まあでも長谷川良かったね。良かったね。もっと早く長谷川良かったね。うん、いやこれからどんどん長谷川チャンス出ると思うから期待ですね。いやめっちゃソーシャルディスタンスなヒーローインタビューですな。スピードどころじゃない。いや見てこのアナウンサーとさ吉川さんの距離。Yo, it started raining like right after the game ended. なんかラッキーだよ、まあ、めっちゃやばい。試合が終わってよかった。うん、そうだね。まあさっきはあれこのちっちゃい傘だったんだけどさ、今度はさリアル傘登場だよ。とはいえ折りたたみなんだけどね、これも。これなんてちっちゃすぎるよ。頭だけしかもう持てない。Useless。遠近で使い道のないオリンピックの。これが新国立競技場ね。そう。私初めて見たわ。今まで。残念です。ね。来年もやんのかね。来年もやんないでしょこれ。やばい、それはもう無駄がね。